そして僕の師匠の関先生でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、前回特殊武器シリーズっていうのをやったじゃないですか、先生と一緒に。はい、はい、それ結構、まあ、評判が良くてですね。はいはいはい、で今回第2弾ということで、まあ、特殊武器なんですけど、まあ、ちょっと長いもので、紹介したいなと思ってるんですよ。はい、はい、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ今回はですね、こういった、はい、長い武器を、はい、揃えましたので、はい、どんどん紹介していきましょう。では先生、一発目はどれなんでしょうか。この槍でございます。あー、出た。はい、まあ、でも槍を生で見ることないですよね。螺鈿も素晴らしい。はい、あ、すごい、ラメ見て。で、ここ銀金具なんですね。はい、螺鈿のね、いいやつですけど、はい、よくあの千段巻きってのが普通よくある槍で、こう螺旋状に糸が巻いて、はい、で、漆かけてあるて、ね。はい、要するに、まあ、槍が人間に刺さって、はい、ね、まあ、血が出ると、はい、で手元にね、角度によってこう手元に血が流れてくるんです。あ、そうです、滑っちゃうっていうか、うん、とこういうね、螺旋状に巻いてあるとそのなりにこうね、流れてどっかで落ちるんですよ。はいはいはい、こっちにしてもそういうふうにいくし。あ、そうですね。そう、はい、で最後にここのかぶら巻き、はい、で止まって、あのなるべく下に落ちるように、はい、できてるんです。こっちへ流れてこないようになってるんです。はい、でも便利というか考えられてるんですね。そうですね。はい、でもあれですよね、なんかよく足軽が使ってるやつとちょっと違ったりするんですよね。ああ、違いますね。はい、剣は突くもの、槍は叩くものってよくね、はい、昔から言うけども、まあ、基本的にね、あの先頭の足軽でしょうね。ああ、そうですね、長い。そうそう、先頭の足軽がこうバタ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 っていうね。はい、しなりましたね。あ、おわ、すごい。あ、でも叩くのにもいいですね、これは。そうですね、叩くっていうかね、こう張る感じね、ピンと。あ、なるほど。バチーンっつってね、はい、行く感じね。で、これがね、あの稽古槍です。はいはい、これ自体ね、貴重品で、はい、あの逆に本物の槍より珍しい。あ、そうなんすか。うん、当時のやつですか。これ幕末期のプレーです。で、ここにね、あの刻みつけてね、はい、革短砲をこう食い込ませてあるみたい。はい、わかります、この距離の、あの不利な感じ。前から見るとこんだけ懐が深いんですよ、これね。はい、結構ね、はい、相手にとって嫌なんですよ。そうですよね。うん、はい、これよりね、はい、これだったら、あ、こんぐらい距離あるぞとか、はい、ついてくるその怒りってもう分かりやすいですね。そうですね。はい、これだと、はい、ちょっと正眼に構えて、はい、これだとこういう風に向いてるし、確かに、うん、こっちからこういう風に向いてるし、あ、確かに、はいはい、まあ仮にね、はい、バーンってなって、はい、中の張り合いに失敗したと、はい、で、ここが好きだとして、はい、だったらこう、あー、やべえ。あるいはこれを払うとか、はい、まあ何でもできますね。すごい、はい、先生、はい、次はこちらですか。はい、これはね、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、袖絡み、はい、とこれがさすまたですよね、っていうことなんですが、はい、これはね、あの武器っていうより道具ですね。あ、取り物みたいな。そうそう、首とか、はい、あ、はい、なるほど。ね、こう押さえるわけですね。で、こう壁とかで、そうそうそう、押さえつける。あとはこういうところと、はい、あと足、はい、ですね。これの味噌なのは、この範疇ね、はい、このイガイガがついてるんですよ。そうです、そうですね。これがね、厄介なんです。え、どう厄介なんですか。なんかそれ飾りというわけじゃないんですよね、これも。これ持ってみて。はい、こうやって持つとね、ほら、ゴムゴムに、あ、そうですよね、なっちゃう世界でしょ。はい、こっちも力あったら押し込めるっていう、はい、はい、そうそう、抵抗できるわけ。こういうものがはまっただけじゃなくて、はい、その持てるエリアに、あ、そうそうそう、これ無理だ、これもうどうしようもないんですよ。はいはいはい、でここもね、あの薄くてね、逃げれないようになってる。あの真ん中しのぎ立ってるんでね。はい、こうやっても、それもできない、押し込めないし、棒も持てない、こうやってもやれないし、そうそうそう、はい、だからあとはこのまま押し込まれて、はい、行くだけっていう。すげえ、はいはい、先生、はい、これをまあ着込んでくれと、まああれ言われましたけども、これは何かあるんですか。これはあの袖絡みって言ってね、はい、文字通り要するに衣服を絡めとると、うん、例えばこんなとこくっつけるじゃない、はい、でこうやってガラガラってやったらほら、もう、あ、ほら、ああ、なるほど、はいはい、あ、じゃあちょっと実験というか、はい、僕が泥棒だとして、はい、逃げるじゃないですか、はい、こういう細い隙間に、はいはいはい、ここだったら捕まらねえぜみたいな、こうなってても、たらなるほど引っ張られるわけですね。そうそうそう、ああ、すごい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 ね、はい、またこれ威力すごいですね、はいはい、ビリビリってなった、ビリっていきますね、はい、これはあの
刀とかね、はい、来てもいいようなつば代わりですね。あ、言ったらこうですね。そう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 、はい、はい、で、引っ掛けてのでこういうのガラガラガラってそうですね、ヤバすぎるこの武器、はい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 、抵抗できないように、はい、うん、作ってあって、なおかつ殺さないように作った。あ、つまりこういうの持つ人って殺す権限ないんですよ。ああ、そうなんですね、うん、はい、これ杖ですか。これはちぎり木っていう。あ、ちぎり木、はい、鎖ついてるやつですよね。あのね、ちぎり木っていうのは元々の意味は乳切り木って意味なんですよ。はい、つまりその人の乳の高さで切った棒っていう。ああ、はいはい、ここの辺り。 それがね、いつしかこの鎖がついた棒をそういうようになった。収納できるものと、はい、外にからくりになってて、はい、ブランってなってるものとあって、はい、これは収納できるタイプで、はいはい、普段こうやって錠のようについて、あ、はい、で、おー、はい、かっけー。で、先の蓋が粉胴になってるって、はい、これも取り物だったりとか。威嚇道具です、基本的には。はい、威嚇道具。あ、ビビらす、うん、例えばね、はい、こんな話していったらもう嫌でしょ。そうですね、嫌ですね。これでこうやって来られたら、はい、いや、嫌ですね、確かに。これ嫌でしょ。嫌です、嫌です、嫌です、はい、でもなんか技的なのっていうか、なんとなくですけど、例えば、はい、こうしたら、おお、なるほどね、はい、そうするともう、おお、あ、ほんとだ、怖っ、怖い、もう取れないすごい、これはやべえ、これこれはやばいじゃあ、月先生、はい、めちゃめちゃ似合いますね、なんか金棒が。これはでも困りましたね使い方わからない、はい、これがあれ金細胞でしたっけ。金細胞 の復元っていうか。そうですね。でこれってあれですよ、南北朝時代とかよく使われたらしいですもんね、うん、はい、まあだからこれはとにかくこう、はい、ぶっ壊すんだろうね似合いすぎるな。その辺のものをぶっ壊すとかちょっとだけ下ろしてもらっていいですか先生。重いこれ、はい、だってこれも結構重いですもんね、うん、昔は強力武芸者っていたからね。ちょっとだけ思いっきり振ってもらっていいですか。まあ本当に、はい、思いっきりではないけどあ、これやばいこれやばい。あ、うん、じゃあ振ってもされますよね、こう思いっきりやったら。あ、こう、おおなるほど、はい、いやこれすごいな先生が。ちょっと似合いすぎるなすごい、 RPG なら絶対先生連れてきたいですもん、このままじゃあ先生最後、はい、まあ、まあ特殊武器っていうか、まあ、薙刀ですよね。そうですね。結構広いですね、身幅が。はい、先が怖いんですよ、ね、はい、うん、うわ怖いな。で、薙刀はこう手をね通わせるっていうかね、はい、こう差し替えながらバファファッと遠心力使う。はい、で、非力な女性に向いてるっていうんで、特にね、明治以降はね、はい、女学校とかね、ああ、そうですね、奨励されてね、はい、なぐなぐって思ってる人が結構いるんですよ。はい、なぐなぐ、うん、じゃなくて、正しい日本語はなぎるなんです。あ、そうなんですね。なぎなたが、はいはい、で、まあ、完成形がこんな感じですよね。はいはい、いや、すごいな、これ。はい、ちょっとこしらえ合わなかったんで、こんな風にしてるんですけどご存知の方もね多いと思うんですけど、はい、薙刀ってこう楕円形なんですよね。はい、絵がね。そうですね、楕円形。確かに。で、日本刀の柄も楕円形じゃないですか。はい、ね、要するにね、刃の上下のあるものがね楕円じゃないとね分かんなくなっちゃうんです。あ、確かに。あー、なるほど。そう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 、はい、うん、まあ、取り回しが分からなくなるっていうか。薙刀のね、はい、基本的な振り方ね、先日のコラボで、はい、北辰一刀流の、そうなんですよね、小西先生からちょっとね教わったんでね。はい、ちょっとそれね。そうですね、要するにね、手を通わせるんですよね。はい、こういう仕組みなんですよ。あー、すごい。それでこう打つ、はい、で、ここでまたこうしてこう打つ。あー、すごい。こういうふうに、はい、あ、すごい。足さばきがまたね、はい、一伝流の稽古の、そうそう、これ今のはね、はい、小西先生のとちょっと足さばきが違う僕流になってる。そうですね、浅山一伝流風味してる風味が、ね単純にこうですね、はい、これでも怖い。こう、こう、うん、はい、はい、で、こう。あ、なるほど、はいはいはいまた槍と違う威圧感っていうか。そうですね、はい、懐の、
はい、遠さ全然こういったらもう行っちゃうし、はい、で、まあ、こうでパッて、はい、足わ、はい、かりますスピードがここで、はい、受けて、はい、こっちも滑るように、はい、で他にもなんかまあなるほどはい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 すげえ、刀と違うかかり方っていうか、これ小西先生が面白がって教えてくれた。そうですね、部分回されましたけど、はいはいはい、すごいこれ。こうなっちゃいました、はい、先生、本日もありがとうございました、はい、やっぱこういう特殊な長い武器、はい、これやっぱワクワクしますよね、本当に、うん、はい、でもこういうね、いわゆる取り物道具ね、はい、あ、そうですね、さすまたとかも、うん、そうそうそう、こういうものはね、不浄なものなんですよ。ああ、なるほど。犯罪者を取り押さえるための道具なので正常に保たなきゃいけないという道場をね、はい、そういうところに持ち込むようなものではないと、はい、ということですので、ただ他ならぬピロスケ君のお願いということで、はい、私が親善によくお詫びを申し上げてそれで、ここに入れましたので、はい、すいませんでした。これが終わった後、今度はここを清めなければなりません。はい、いや、すいません。はい、いいですよ。深く反省いたしました。はい、そういうことをね、まあ多少なりともね、視聴者の方にも知っていただけたらと。ああ、そうですね。知らない方も結構いる。そうですね。はい。ですから神社とかね、そういうところに持っていくもんでもないですしね。はい。はい、そうですね。はい、まあ今日の動画で、まあ、僕のようなミスをしないように皆さん、はい、気をつけてください。はい。はい、で、関先生、僕の師匠なんですけども、チャンネルやってまして、朝山一伝会チャンネルっていうのなんですけども、まあ、僕も登場してますし、ちょっとすいません、甘噛みしてました僕も登場してますし、素晴らしい技たくさんあるのでぜひ登録お願いしますということで、面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと関先生のチャンネル方も登録よろしくお願いします。で、後ろから、あー、これやばい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 、そうそうそう、これそう、これこれこれ、ここ入ってるんでしょ見てね。